はい、皆さんこんにちは。プロジェクトパック17の解説をちょっとやっていこうと思います。This is not an official project park video. This is an explanation for Japanese people. Japanese people are not good at English, so many people are unable to jump into a new world. That's why I'm explaining on Instagram.Lives so that such people can enjoy the project park. If you can understand English, please watch the video at the headquarters. Okay, おはようございます。というわけで、始まりました。プロジェクトパーク17なんですけど、私今ちょっと名古屋に出張中で、ホテルからやってます。で、なんと、こっちの大きいパックはあったんですけど、ちょっとちっちゃい方のパックを私どこかに置いてきてしまって、ペンがね、01の黒しかないので、鉛筆もなくてちょっと解説が不十分かもしれませんが、デイ1というかね、今日2本の動画が配信されました。それの解説をしていこうと思います。まず、ニュースレター撮ってる人はね、ニュースレター読んでくださるといいと思うんですけど、最初、人生は万華鏡のように移り変わって、少しの動きでね、すべてのパターンが変わっていくという言葉から始まります。万華鏡っていうのは皆さんね、日本人はご存知だと思いますけども、今日も動画の中でこう丸い万華鏡を紹介してましたが、万華鏡っていうのは中に、ガラスの中に、筒の中にね、小さなプラスチックとかが入ってて、こうちょっとくるくる回すと少しずつ表情が変わる。ガラス、鏡に映ってね、変わっていくんですね。で、動いたり、動かすことで模様がどんどん動いていって、同じ模様が二度と繰り返されないということです。万華鏡は1817年にデビッド・ブリュースターによって発明され、彼はギリシャ語で美しいを意味する、ケロスと、アイドスって言ったかな、を使って、カレイドスコープ、カレイドというね、言葉をね、ネーミングをしました。なんて完璧なネーミングなのかしら、と言ってます。私たちが、ジェンタングルメソッドで作るアートの多くはその言葉の組み合わせで表現できるんじゃないかということでした。で、プロジェクトパーク17は私たちの人生の万華鏡にインスパイアされている。私たちは多くの他のものと組み合わせて、芸術を生み出す。ちょっとこれ私、翻訳読んでます。タイルに幾何学的な形を利用してタイルに絡みを加えな、ね、タングルを加えながら徐々に変化させて他のタイルとこう並べることによっていろいろなパターンを生み出すことができる。メタパターンというんですけど、こういろんな模様を生み出すことができる。まるで万華鏡のようなこのワークショップでは宝石のような色を加えて美しい作品を作るということですね。で、その後ね、一歩下がって人生を見ると人生っていうのは万華鏡ととても似ているということです。少しの変化で全てが変わる。例えば、嬉しいこと、お祝い、セレブレーションとか、挑戦、成果、友情なんかも同じだと。ちょっとした変化で、形が変わっていく。そういう美しいものの全てが合わさったものが私たちの人生である。というね、すごい美しい言葉から始まりました。そして万華鏡の説明があり、それから、モリーさんのね、道具の説明があったんですけど、今回、プロジェクトパックで持ってない方もいらっしゃると思うんですが、持ってない方も楽しめるよというね、提案もありましたので、ちょっとね、ぜひ、持ってないからといって悲しまずに見てください。すいません、私持ってないからごめん。まあ、この万華鏡の紹介と、動画ね、ぜひ見てください。この黒ペン、グレーペン、新しいグレーペン2本。そして、パステルチョークが2本入ってます。鉛筆、殺筆が3本。なんですけど、このパステルチョークの色は、私が皆さんにお送り、日本でお送りしたのは、全部青系と赤系だったんですけど、なんか違う色が入ってるかもしれない。万華鏡のように、と言ってましたね。で、この、プレストリング。のタイルですが、私はこの模様でしたが、全部で6種類あって、その中の3つが入っているということです。なので、皆さん私と違うかもしれないし、一緒かもしれないということですね。で、どれでも好きなものを選んでいいですよということです。リックさんがこう言うんですけれども、私たちはこれから、これに取り組むけれども、違うことやっていいんだよということをまた言ってましたね。
なぜなら、まあ、万華鏡のように、同じ作品は同じにはできないでしょっていうね、万華鏡と引っ掛けていろんな説明をされてました。で、プロジェクトパックがない方はですね、こう、ちょっと、汚くてごめん。デニエルが、ちょっと若い CDT が考えたドリームキャッチャーっていうね、こういうストリングがあるんで、これでいっぱい小さな三角形を作って、これに書いていくっていう方法もあるよ、という、説明をしてました。マリアさんがね、素晴らしかったですね。あれ見るだけでもとっても綺麗だと思ったんですけど、それを、作ってもいいし、皆さんね、持ってなかったこう三角の 3G に自分でストリング書いてもいいですし、紙をね、切ってもいいと思います。だいたい9センチぐらいの、三角形です。はい。で、モリーさんがね、皆さん違うか、一個だけ選んでねっていうことなんで、どれでもいいんだよっていうことなんですけど、彼女が、こう、ちょっと鉛筆がなくて寂しいんだけど、こういうストリングを書いてましたよね。で、このね、プロストリングの面白いところっていうのは、必ず、この説明は特にしてなかったんですけど、必ずね、ここの同じ距離のところに線が、ストリングが来るんですよ。これが、一つのポイントと思ってください。ここが全部同じ。ここに、だからストリングを作るといいよ。例えばこれだと、ここですね。ここ。ここ。ね、すると3つのセクション。今日は角に書いていくってことですね。で、これだったら、この3つ。で、これはね、ぐちょぐちょしてるんですけど、これもね、ぐちょぐちょしてるけど、こことここ、同じ距離なんですよね、ここはね。こことここ。ね、こことここ。ということで、私この変なやつでやりますが、で、彼女は誰で、みんながね、同じ、どれを使ってもいいように、この中にはないやつを鉛筆で書いて、それで提案してくれてるんですね。ここに書いた、彼女はここに書いた模様を、どのタイルでも対応できるということです。いいですか？私の説明、これで。今回ね、本当はこの、もっと急がないでやってもいいかなと思ったんですけど、ちょっと説明も多いし、このちょっと不安の中で始められないっていう方が結構いるかなと思って説明してます。なんでちょっとね、不十分かもしれませんが、すいません。何も書いてない三角形もあるんで、それにモリーさんと同じように書いて始めたいっていう方はそれでもいいですけど、三つのね、プレストリングの中一つ選んで、やってみてください。もちろん、森さんと一緒がいいっていう人はね、森さんと一緒でもいいですよ。というわけで、はい。多分そういうことだと思います。私もね、すごい、ちゃんと、ものすごい理解できるわけじゃないんですけど、一生懸命聞いて、たまに翻訳を使いながら、こうではないかという解説をしています。で、私、このタイルを使うんですけど、ごめん、鉛筆がないからちょっとあれなんで、ここの部分に、最初、ティップルをね、書いてますね。はい。ティップルを書く。なんでもいいですよ、別に。で、私、ここに変な模様があったので、ここはこう丸くしようかなと思っています。で、ここまでがイントロダクションの話だ、あ、違う。これは、モリーさんが今日1日目をやります。ね。ごめんね、急いでて。これから私、栄の大丸じゃなくって、松坂屋に行くんです。名古屋近郊の方は、ぜひ、お立ち寄りください。今日はなんか、座って、全タングル書いてていいよって言われたんですけど、本当ですかって思ったけど、書いてようかな。私の書き途中が見れるかもしれません。はい。で、ティップルは、彼女はここにこうティップルをこう書いてましたね。黒で。私グレーペンがないからあれなんだけど、この中にグレーペンを入れると。で、まあ書いてあることについては、本部のモリーさんの見た方が、はあ、はあ、なるほど、みたいなね。わかると思います。色付けもしていきますが、色はもうオプションですので、持ってない方はカラー、水彩色鉛筆でもいいと思いますし、もちろん白黒でも、綺麗だと思います。うん。全然そんなあんまり、難しく考えなくて大丈夫ですよ。で、プロジェクトパックは毎回ね、皆さん言ってるんですけど、全く一緒にやんないの、やんなくていいんですよ。今回特に万華鏡なんで、全員違って当たり前みたいな感じの、ちょっとの動きでね、変わっていくんで、はい。
皆さんがやりたいのでいいです。ティップル嫌だっていう人はね、プランタンでもいいと思いますよ。で、まあ、基本はここがね、距離がこう一緒で、距離っていうかなんていうの、ここが気をつければこうくっつけた時にモザイクがね綺麗なんで、ここだけちょっと気をつけると出来上がりは綺麗だと思います。あ、失敗しちゃった、なんか違うとここから書いちゃったって言ったら別に大丈夫ですよ。それではそれはそれで面白いと思いますので、ちょっとの間違いは気にしないで大丈夫です。はい。で、こうやって書いていく。で、あと、そう、まあ、日本の皆さんはね、大丈夫だと思うんですけど、っていうか、他のプロジェクトパックの時ですね、必ず最初に説明があって、どの、ビデオはどの順番から見てもいいよっていう説明をされるんですけど、今回に関してはですね、最初の6本は、順番に書いていくので、それは順番に見ること、今日この、これが1本目で、次は、次のビデオを見る。その次のビデオっていうのを、順番を守ってもらった方が、いいよ。楽しいよっていうことですね。その方がおすすめですという言い方でしたが、はい。そうした方が、出来上がりが迷子なくできると思います。この説明で大丈夫かしら？なんか質問あったら、答えられるかわかんないけど。きっともっと私より英語堪能な方がね、いろいろサポートで、CGT たちがね、説明もしてくれると思いますし、皆さんがどんどんこれから作品が上がっていくと思いますんで、あ、これでもいいんだ、みたいな、そういう発見があるかなと思います。はい。で、私ここ書いて、もう一個ね、次どこに何を書こうか何も決めずに始まっちゃったんですけど、もうメモがない。次のホリバーだったんだけど、私ここに、で、ここね、こう、まあ、ビデオ見てもらえばわかるんだけど、ここになんかお花みたいにしたいなと思ったの。どうしようかな。どうしよう。まあいいんですけどね。皆さん、モリーさんはね、ホリバーを描いてて、それもすごく可愛かったので、それでも全然大丈夫です。ちょっとホテルだから声がすごく響くんだけど、隣の人とかにうるさいと思われないかしら。みんないないよね。いないかしら。ブツブツ、ブツブツ言っちゃう。まあ、どんなんでもいいと思います。ね、こうやったらなんか綺麗かなと思って。ついね、考えちゃうよね、出来上がりを。考えちゃう。予測不可能な結果が待ってるよ。うふふみたいな感じだけど、結果を予測してしまう私がいます。でも実際には書き終わんないとどうなるかわかんないんで。まあ、ちょっと今。どうしよう、どうしようって。こんな感じでね、皆さんも、なんか気持ちの赴くままにやってみてください。もちろん私と一緒でもいいし、違ってもいいし、もちろんこれと同じタイルない方もいると思うんで、そういう方はここにティップル書いてとかね、いろいろできます。これだとここのちっちゃいのに書くんだよって言ってましたね。で、これだとここのちっちゃいのに書くんだよってことですね。これだとすごいお花みたいなのがいっぱいできそうで可愛いとかもね、いろいろ思いましたね。で、そう、ホリバーのグレーの時は、じゃあ、フリバーはグレーで描いてましたね。なんか私もグレーのペンがあったらグレーが良かったんだけど。はい。今日の解説は以上です。はい。くしくも私この前、いつだったか、去年かな。万華鏡のね、クラスをラキッドさんでやらせていただいて、おーと思いましたね。その前に高松優子さんも、やってましたね。万華鏡のクラス。万華鏡、いいですよね。私大好きな万華鏡。万華鏡の博物館じゃない、なんか万華鏡作れるとことかありますよね。本当に高い万華鏡ってめちゃめちゃ高かったりして、どうしてこんなに高いの、恐ろしくて持てないみたいな。
ありますよね。でも本当に同じ模様が二度と出てこなくて、なんとかその刹那っていうかね、今この一瞬、あ、この模様綺麗と思ったらすぐ消えちゃうみたいな、不思議な気持ちになりますね。はい。ホリバー、私の違うけど。で、ここに書く人は、ここに、彼女は、なんだった?ストライピングだったかな?うん、ストライピング、シマウマみたいにするみたいな言い方してましたね。黒、白で。そうそう、シマウマがね、シマウマが入っている、万華鏡もあって、すっごい可愛いんです、それも。シマウマの模様って、確かにね、万華鏡に入ってるとすごい可愛いんですよ。モリ知ってるなと思いましたけど。塗りつぶし、塗りつぶすのちょっと。ちょっと残念なのが、本当はあれですよね。万華鏡ってこうミラーになっていくんだけど、これミラーじゃなくて全部同じ模様なんで、こうスクリューになっていっちゃうのがちょっと残念だけど、まあ、それはそれでいいか、ね、そうなんです。で、あ、そうそう、そんで最後にそのドリームキャッチャーのやつも見せてましたね。たくさん三角形があって、なんていうのかな、まあ、こういうこうなってるとこにこう全部三角形に、ね、するんですけど、でここにこうティップを入れて、ティップル入れてみたいな、で 6個ずつ入れるみたいなこと言ってましたけど、で全部がランダムに、ね、入れて、で全部ティップルは青にするとか決めてもいいし、ここをねミラーに描いてもいいわね、もちろんもう色ミックスしてくじゃ、いろんな色をねあちこちに塗っても綺麗だしっていうことを言ってました。きっとねすごく素敵な結果になるんじゃないかなと思います。あれはオーパスっていうものすごく大きな、タイルを使ってましたね。スクエアタイル9枚分なんですけど、あんなに大きいとちょっとさすがに息切れしちゃいますみたいな方は、ジェンダラタイルでもいいと思いますよ。ジェンダラタイルの方が、まあ、気楽にかけていいかなと思います。でちょっと最後の方私何も聞いてなかったんですけど、私のこのストリングタイルだけが5枚しか入ってなかった。マジっすか。すっ悲しい。私のさっきね5枚しか入ってないと思ったら重なってたんですよ。だからちょっともう一回確認してみてください。でも本部に言えば多分送ってくれると思いますけど、でもね数えるのね大変ですよね。これ全員何個分数えたのかしらって感じですよね。なんで大変だと思いますけど、言った方がいいと思いますよ。またはもうね、三角タイル白いのある方はこれと同じストリングをこう書いてあげて、で、こっちにね、で作ってあげるとかがいいかな。ちょっと私のこれでいいんだろうかって感じだけど、まあ、私これでじゃあ行こうかな。で、これ1個書いたら、で、私、シェーディングもして色もつけるんですけど、それは皆さんね、ご自身の好きなのでいいですよ。で、こっちには同じように書く。っていうのをやります。なんか私、これ、1日おきって言ってたと思うんで、多分明日の配信はなくて、明後日だと思うんですよ。で、だけど森さんは動画の中で明日また明日ねみたいなこと言ってたけど、どうだったかな。多分明日6枚書いて、その次またこれに追加していく、この書かなかったところに何かを追加するんだと思います。で、何を言おうとしたんだっけ、何だったっけ。何を言おうとしたのか忘れちゃった。あ、それ思い出した。今日から26日まで、まあ英語で言うと今日、アメリカ11日の今日12日ね。で、25までやるよって言ってたんで、日本は1、2、3、4、5、6、7、8、8だから、多分4種類のタイルをやるんじゃないかなと思います。多分ね。いつも私の様子を外れるから。
で、みんな多分プレストリング3枚ずつと最後に、何も書いてないやつにやるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですけど、はい、とにかく全8回だと思います。はい、以上です。何かご質問ございますか？ないですか？私今日11時からちょっと11時になったらじゃあもう行かなきゃいけない、松坂屋に。何回も言っちゃう、高島屋じゃなくて松坂屋に。なんで嘘つくの私。栄の松坂屋です。でこれ書いてると思うんで、書いてんのかな、本当に書いてていいのかな、いいですよってか書いてくださいって言われたんですよ。椅子まで用意したって、机と。いやいやダメじゃないと思ったけど、いいのかな、楽しい一日になっちゃう。そしたらはい、これで皆さん安心して始められますかね、きっと。そういうことかみたいな、森さんが分かったって言ってたけどさ、いや分かんない人もいるかもなと思ってすごい心配になっちゃった。私もちゃんと分かってないかもしれないけど、ね、はい、今回ねプロジェクトパック初めてっていう方もいらっしゃると思うんで、はい、張り切って解説してみました。というわけで、はい、ね、すいませんちょっと時間がなくなっちゃった。こんな感じで、これを6枚仕上げてやっていきます。もし明日余裕があれば、色付けバージョン、どうしようかな。ちょっと考えときます。とりあえず私全部これを今日、ペンで書いておきます。書いてみようかな。なんか可愛くなりそうじゃない？ね。はい。モザイクみたいで。私と一緒に書きたい人は一緒でもいいですよ。ね。では楽しんでいきましょう。また。今度会いましょうね。はい。では、見てくださってありがとうございました。バイバーイ。